おーっとー、そうです。今日は枕と同じ柄の寝巻きを着てご機嫌ですが、玉木、あ、反応してくれております。玉木ちゃん、こっちよ。必殺の切ない顔が出ております。お、色紙始まったか。必殺の色紙始まった。収まっております。もくよくでね、もう大騒ぎでさ、泣き叫んでさ、あ、出ました、ガッツ顔出ました。大丈夫の方が上手に見えると思う。本当、痛くかったわ。おしめ終わりました。ご機嫌な顔になっております。撮っとけばよかったね、ジュン君のおしめマスターぶり、これからやるから。おしめマスターぶりな、いい顔しとるこいつ、ほんと。まあ、他人の子は分からんけど、分からんから何とも言えんけど、めっちゃ可愛くなってない？うん、なってる。しかもね、今日朝ちょっと二重になったんだよ。ええー、髪の毛も見事にこう、なんつうのこれ、とんがりヘア、なにこれ、ベッカムみたいな髪型。うん、さあ、お持ちマスター、お待ちくん。おお、足動かしてる、はい、服を取ります。暴れても慌てない、それが秘訣です。待ってな、タマちゃん。で、ちょっと上げます。こうちょっとだけね、お腹圧迫しない程度に上げます。こうです。テンテケテケテケテンテンテン、絡んでてる。たまちゃん恥ずかしいってこともあるけど、はい、嫌な顔しても慌てない。テンテケテケテケテン、おーっとー、そうです。テケテケテケテン、おーっとー、そうです。テケテケテケテン、おーっとー、そうです。ケテケテケテ、おーっとー、そうです。ちょっと手間取っております。